それではここから東北の絆のコーナーです。ここからは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。戸塚から東北を思い、東北を忘れずに、そして継続して支援活動をしていらっしゃる方たちのその伝染、いろんな方たちにそれがつながること、それを思いながらこの東北の絆をお届けしています。今日はこのさくら戸塚スタジオに来る前にモレーラ東戸塚スタジオで編集作業を行っていたんですけれどもね、放課後放送部、私たちの番組ラジオの FM 戸塚の番組放課後放送部の収録が行われていて、ばったりと先日東北の絆にご出演いただいた越代若菜さんと会いました。今この東北の絆がきっかけになり、放課後放送部1月18日の、ね、放送のための今日は収録をしていたわけなんですけれども、そことつながり、そしてたっぷりと東北への支援のことをね語ってくださったお仲間たちとスタジオでね会ったんですね。越代若菜さん、そして柏木直人くん、浜中康介くん、この3人、実は名刺をいただきました。今手元にあるんですが、きっかけバスという、東北の絆にご出演いただいた越代若菜さんはクリエイティブの可能性東北合宿のことをお話しくださいました。学生のみんなが東北に行って、そして仲間と共に支援をし、現地の皆さんのお話を聞くというクリエイティブの可能性、そこからさらにつながって生まれたのがこのきっかけバス。このきっかけバスの神奈川県代表が越代さん、千葉県代表が柏木くん、東京都代表が浜中くんということでね、3人の名刺をいただきました。さらにつながっていく、そして学生のみんなが47都道府県の学生がつながりを作る復興のリレーだということなんです。名刺の裏にはきっかけバス47都道府県ということですね。そこと岩手、宮城、福島とつながろうということ、東日本大震災から丸3年が経とうとする今、まだまだ風化と風評に苦しむ東北の人たちのために、日本中に復興の旋風を巻き起こそうと手を挙げた学生たちが、47都道府県のすべてから東北3県にバスを出すプロジェクト、これがきっかけバス、ひらがなできっかけ、カタカナでバス。私たち学生は東北での実体験を通して東北の今を感じ、震災の教訓を学び、自分の言葉で家族や友人、大切な人、それぞれのふるさと地域の人たちに伝え続けていきます。名刺の裏にこのように宣言の私メッセージが書かれているわけです。日本中が助け合って東北の復興に関わり、3月11日の教訓を地域の防災に生かすきっかけを作ります。きっかけってとっても素敵な言葉で、そしてその一歩を踏み出したみんななんだなと思って、この黄色いきっかけバスのマークがついた名刺を私はいただいてきました。さあ、その中の柏木直人くん、まあ、今の中でもご披露しましたけれども、東北での実体験を通して、つまりクリエイティブの可能性東北合宿、8月22日から25日まで行われたこの合宿に参加した柏木直人くん、そこで感じたものをさらにきっかけバスという形でね、友達にも伝えようというふうに思ったとお話ししてくれました。その柏木直人くんがクリエイティブの可能性の合宿に行った時に書いた文章をね、今日はご披露します。今回の合宿で普段関わらない学生や社会人の方々と深い話ができ、
貴重な時間を過ごせて幸せでした。これからもっとこのような学生や社会人の方々と話せる機会を大事にしていきたいと思います。自分が今一番印象に残ったのは、竹駒仮設住宅での大阪さんの話でした。3つのグループに分かれて話を聞いて、自分は最後のグループで話を聞かせてもらいました。大阪さんはお話をされる前にすでに目に涙を浮かべていました。きっと今までもボランティアさんに同じ話をされていて、一回一回涙を流しながら話をしているんだろうなと思うんですが、そこまで辛いことを思い出しながらでも話してくれる、伝えてくれるというのは絶対に意味があり、その意味をこれからも考え続け、自分なりに被災地に関わっていきたいなと思いました。大阪さんは、つながっていてください。また来てくださいと言ってくださいました。自分はまた大阪さんには絶対会いに行こうと思いますし、友達も連れて行きたいと思っています。今回は偶然の縁のおかげで、行かせてもらい本当に感謝しかないです。企画運営の方々もありがとうございました。というふうにね、東北合宿に行った柏木くんが書いています。その思いがしっかりと次につながって、今は代表となり、千葉県代表となってね、柏木くん頑張っているんですね。そして FM 戸塚でも放課後放送部1月18日土曜日の放送流れますのでね、ぜひ皆さん聞いてください。47台のバスを動かすのはあなたのご支援と、きっかけバスのチラシには書いてあります。全国47都道府県のすべての地域から2014年来年の3月11日までに、岩手、宮城、福島の被災地3県に学生を乗せたボランティアバスを出す東北復興支援プロジェクトです。学生は春休みを利用してボランティア活動を行い、大人は寄付で支援する、東北への思いをつなぐ協力型ボランティアです、ということなんです。きっかけバス、ぜひとも皆さんもきっかけバス近くにね、この地域に学生の方、きっかけバスに参加しようという方いらっしゃるかもしれません。話を聞いてみてくださいね。今日の東北の絆、クリエイティブの可能性東北合宿の報告、そしてそこからつながった柏木くん、今までは体でボランティアを、体を動かすことでボランティアをしていたけど、今回話を聞くという東北合宿に参加して、ここに友達を今度は僕が連れて行きたいと思ったって語ってくれました。ありがとうございました。これからも東北の絆続けていきます。このコーナーは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。この後もラジオの絆続きます。このままでお付き合いください。